ただも皆さんこんばんは、ナイルです。ということでね、前回の続きからやっていきたいと思います。殺戮の天使、今回がパート4になりますね。では、行きましょうか。前回何してましたっけ？そうそう、なんか別れたところからでしたね。ギリギリ通れそう。銃口？危なー。当たらないように渡るしかない。え、今の避けれたん？ん？大丈夫？これ。当たり判定優しい？これ、もしかして。危ないねえ。これ避けれてるでいい？いや、死ぬんかい。びっくりした。最初の方避けれてたん何なんほな。どういうこと？最初の方避けれてたん何？これ、多分ここはね、奇跡で避けれてたんや、じゃあ最初。なんであんなに当たらんかったんやろ。当たってたと思うんやけど俺、最初ずっと。はい。とりあえずここまではいける。なるほど。オッケー。なるほど。そういうことか。こうだ。オッケー。これでいいか？はいはいはい。な、別に当たっても当たり判定ないと思ってたな。私とザックが画面に映っている。飛ぶん。また拳銃か。妙な気起こし死んでねえだろうな。確かに死んでもよかったやん。てか2回死んだしな。結構飛べるね、ザックは。なるほど。どっちに飛べばいいかわかんない。これ今勝手に動いてますね、ザックが。もう着いたやん。どうした？この距離は届かねえ。なるほど。ザック戻って。なんで？こっから画面越しにザックは見えてる。たどり着けるようにザックは私の言う方向を飛んで。なるほどね。わかった。戻ればいいんだな。私の言う通りに進んでくれれば。うるさい。それぐらい言われなくても戻る。いい子やん。ここは戻るしかねえな。どう進んだらいいの？右行ったら。ザック、来た方はここはそっちじゃない。戻りゃいいんやね、全部。はい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 。くそ。右下へ。はい。右下。まだ戻るんか？下やね。で、左じゃないか？で、どこ書きたっけ？左下か。で、下か。はい。で、下。その下に。行こうとしてる。ザック戻ったら左に4歩進んだところにある上の床に乗って。ザック。ここやね。4つ進んで。左上、はい。上しかねえ、分かってる。画面にザックが見えているから私が行った方が早いと思って、それにたどり着いてもらわないと少し困る。俺はゲームの駒じゃねえ、俺を勝手に動かそうとすんな。分かってんなら行けや、お前。で、これで行けんじゃない？はい。着いたよ。なんなん、この二人のコンビネーション。おもろ。そっちとこっちに別々にドアがあるんじゃねえか。そうみたい。どうする？先に行ってみないことには私にもわからない。お前さっきからボケっとした顔しやがって、毒残ってんのか？毒ね。一応心配するんや、ザックは。もう気にしてるやん。殺すはずの相手を。ザックが先入るって言ってた？全然見てなかったら今。まあいいか、行こう。オーケー。何？鉄格子の向こうはザックが行った部屋か。でしょうね。いるやん。はい。ザック、この部屋は？鍵は閉まってるし、あんのは注射器だけだ。どうしろってんだ。注射でも打ってラリっとけってか。注射か。少し見てみよう。そうね。薬品の入った注射器が置かれている。針は鋭く本物のようだ。なんか薬が入っている。でしょうね。まあ、これが、どういう薬なのかね。はい。生身で始めるじゃん。ほんとや。こんにちは。キャッシー。そういえば、こいつの名前初めて知った気がする。あれ？言ってたっけ？前回の曲がないわ、俺。テイオーバーよ。でも面白いのを見られる予感がする。おい、クソサード女、今度はなんだ？あら、ザックったら、こんな美女相手にそんな口を聞くなんて相変わらず。この注射さ、なんかもう、そんなこと言われても痺れちゃう。なんかもう、謎分かった気がするな。これ、お互いを打ったらいいんじゃない？今度は何をすればいい？ねえ、レイチェル・ガードナー。なんで、だから俺だけフルネームで呼ばれんねん。レイでいいって。注射器は何のためにあると思う？
刺して体に薬を入れるため。うん、はい。で、鍵はそれぞれ置いてある注射器を打てば開きます。ただ片方はビタミン剤で、もう片方は危ない薬。危ない方は強い薬やから、悪夢にうなされ苦しんでそのまま目覚めないかも。あー、なるほどな。それがわからんのか。教えないし忘れちゃった。あー、そもそもね、この部屋はどっちかが当たりと外れだった。さっきの部屋、ここに来る道が分かれていたでしょう。運が良ければビタミン剤、悪ければ危ない。あー、そういうことやったよね。2人いたから、あ、そういうことね。両方に来ちゃったってことだよね。こうなると分かっていたんじゃ。ああ、可愛くない子。賢いけれど、それだけの子。見ていたけど、あなた、ザックの言う通り、とてもつまらないね。そうかな？めっちゃ天才やと思ってるけど。さあ、つまらない会話は終わり。あなたたちは一応二人やから、特別ルールに資すると。その交換してもいいと、注射をね。それと、どちらが両方打っても構わない。ただし、一滴残らずちゃんとね。不正はここで永遠の懲罰。二度とここから出られない。なるほどね。どうしようかな。薬は、おい、注射器持ってこい。俺は先に進むわ。鍵がかかってる。はい。どうした？持ってきた。おう。お前、これどっちが危ないやつかわかるか？わからん。だろうな。俺もわかんねえ。どうする？俺はこんなところで死ぬ気はねえ。あの女に殺されるなんざごめんだ。じゃあ私が両方打とうか。あ、てめえ、それで起きれる自信があんのかよ。さあ、それともザックが打ってみる？ああ、嫌に決まってんだろうが。どうせどちらかが薬かがわからない。だからどっちに症状が出るか最初からわかってる方がマシだと思う。ザックが嫌なら私が打つ。どうなるかはわからないけど。わからねえって死んだらどうする？そうなのよ。それがあるのよね。どうするって。ザックもさ、レイを殺すことはできないから、今。だからもし俺が死んだら、もしくはてめえが死んだらどうするって話。誓ってくれたことが叶わない。でもそれは？何？わからない。そうね。ああ、そうだった。てめえは死にたいんだった。つまんねえこと聞いたわ。つまらない。あの女の言う通り、てめえも俺もお互いに道具みたいなもんだな。まあ、神様への誓いがどんなもんか知らねえが、てめえは死なればそれで満足なんだろうけどな。なあ、お前、死にたいと思っていていい顔なんかできんのか？しないよね、なかなかそんな。お人形さんに道具されんのは。でもな、今はあの女の思うがままになってやってる気はねえ。こっから出んのが先だ。だから、お前のいいように使われてやるよ。ほら、よこせ。あ、どうする気？待って、それは私の注射器。うるせえ、文句があんならてめえのどうにかしてから言え。でも、よっぽど危ねえ薬みてえだけどよ。でも毒じゃねえんだろ。ここで俺が死ぬならてめえなんかすぐ死んじまうってことは、なら俺が撃つ方がよっぽどマシだ。ああ、撃ったやん。2本撃ったってことでいいのかな？ 2 個の交換音やから。鍵開いたな。ええ？おい、さっさと行くぞ。生きてるやん。即効性の薬ではないってことか。なんだろうな。ちょっとしてからなんか効果が出てくるって感じか。ああ、くそ、頭がぐるぐるしやがる。おお、やばいやん。さっきからチラチラと。まあ、やばいでしょうね。これはこうなってしまうと。仕方ないと思うけど。これで生きてるんやったら逆にすごいけどな。記憶だ。前回の記憶に近いね。テレビを見た。いや、どんなテレビやねん。めちゃくちゃやん。テレビというか、誰かの記憶か、これは。記憶を上映してる？ああ、なんだ。こうすりゃいいんだ。
どういうこと？お、どうした？ザック？大丈夫か？お、どうした？どうした？殺したくて殺したくて頭がどうにかな。ああ、そういう殺人鬼になる薬ってことか。ああ、そう。私は変わらない。ああ、そうか、そうだったよな。けど、ザックはいいの？あ？ザックはまだ外に出てない。それに、私の顔はまだつまらない顔のままなんでしょう。今更落としてんのか？違う。神様への誓いはあなたがしてくれた。だからあなたの誓いでもある。私は今は命令してないし、お願いもしない。ただあなたに聞くの。ザックはいいの？うまいね、話の持っていき方が、レイは。バカか、お前。いくらお前がつまんねえ顔の女でもね、今殺すのを我慢するのは難しいんだぜと。だって我慢ができりゃ俺はこんなことになってねえからな。まあそういうことでしょうね。あれは、なんだ？ザックの記憶だったってことか。テレビを見たのは。あの記憶が何なのかわかんねえな。あ、戻った？今だけ俺に殺されるな。何？おお、どうした？逃げるんか？逃げるんか？急に？急に始まるんか？あ、はい。今だけザックに殺させない。にゃ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 、どっちどっち？無理無理無理！はいや！はいや！はーい、はい、はい！ちょ、わかんないわかんないわかんない。あ、終わった。あー、何？ドアあったの？え、当たり？ 当たり？これ。さすがにダメか。一回でさ、当たりなんて引けるわけないもんな。まあ、これはダメでしょうね。まあ、しゃあない、しゃあない。え、何箇所あった？だって、道。何パターンもあるよな。おそらく。ああ、これで1個目の、分岐の、あ、え？当たりっぽい雰囲気流れてるな、なんか。マジか。だってここは銃警察の部屋だから、せっかくだし撃ってあげたの。ほら見て、たくさんの銃口があなたたちを取り囲んでいる。あ、どっちにしろ終わりかな？たくさんって言って3つしかない。あ、合わせて6個しかない。全然ないんですけど、6個。これ全部ボタン1つで銃弾が撃ち込まれるって。で？ね、あなたたちの仲間はあれとっても愉快だった。特にさっきあなたは模範的で私の理想の際にあがきたいところに、結局は衝動が抑えきれないところなんて素敵。ずっと笑ってんな、あいつ。笑い疲れるやろ、そろそろ。ほっぺた痛なるやろ。お、どうした？夜な、殺すぞ。どうする？ほらほらほら、撃たれて痛みでちょっと理性的になったみたいだけど、これだもの。ああ、我慢できないのね、と。ねえ、レイチェル。ガードナー。何のドラムロールやねん、これ。あなたにはこれあげるわ。そんな回転したら、俺やったら、酔ってるわ、絶対。めちゃめちゃ酔ってると思う。多分、50分ぐらい横になってないと立ち上がれないぐらいの回転してたな、あいつ今。やめてよ、あなた本当につまらない。意味なんか求めてどうする？それ何かが生まれると思って。罪人が何かを生み出すことなんてありえない。だから意味なんてない。求める必要はない。それ何をくれたん、これは。何それ？さあ、面白いこと見せてちょうだいね。何何何？何ゲットした？教えよ、それを。どうした？どうした？え、また？っていうか、正解なん？ここの道。外れどっち？撃つ？撃たない？撃たないでいいわ。もしかして引き金を引くのが怖いの？だって何かわからんもん、もらったやつが。つまらない子から脱出することができないの。いい、別に別に。もう。撃つなら早く撃てよ。あ、間違えた、間違えた。おーい。おい、ちょ。え？弾が出ない。入ってるよ。ちゃう。罪人最初から弾が入った拳銃など渡すわけがないでしょう。違うって、罪人のくせにそんな罪を重ねようとしたことで早速死刑です。
ちょ、その、会話の流れでさ、決定ボタンを押したらさ、なんかその選択肢が急に出てきて、鬱になっちゃったよ、多分。ええってもう、マジで。あ、打たないよ、これ。打たないって、はい。はい。気をつけて、急に出てくるから、この選択肢。急に出てくるからね、これ。はい。押せよ、一回。オッケー。で、打たないにして。お前が打たなくても俺を殺すの我慢できねえぞ。はい、出てくるよね。で、打たない。おうおうおう。また逃げるんか？まあ、打たないでいいんじゃない？私は打たない。そうか。俺は殺したくて仕方ねえ。よし。じゃあもう約束守ってもらえるから、もうこれでいいんじゃない？外に出てないけど。よし、オッケー。あ、ほんとだ。クソみたいな気分だろ。撃つなら撃たってんてんだろ。この距離なら間違いなく当たる。はい。私はザックを撃たない。この状況で何言ってんだか。そうか。お前は今にも死にてえ、だったな。そうだけど？違う。これは私の意思。ザックに殺されるのはいい。でも、あの女の思い通りなんかさせたくない。動きたくない。なるほどね。だって、私も、ザックも、道具じゃない。なるほど。殺すのも殺されるのも、ザックと私の意思。いいね。ははは、今になってちょっと面白いこと言ってんじゃねえよ。ああ、もう我慢できねえ。なあ、せめて笑ってみろよ、今。笑わない。あ、笑った。下手くそ、ほんと目が死んでんだよ、お前は。え？でも、な、それが本物になったら最高だと。そのお前を殺す想像しただけで、俺は誰よりもいい顔になる。どうした？どうした？自分で自分を。やっちまう。なに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 ？やばい。え？死んだやん。ザック。え？ザックが死んだやん。何してんの？おぞましい。模範的なって間違いだったわ。レイチェル・ガードナーは罪人のなり損ない。アイザック・フォースターは欲望に駆られて自分で自分を殺すほど愚かだったなんて失望した。ああ、これじゃあ私の断罪に水を差されたものなのな。あなたは本当につまらない人間ね、レイチェル。そんなことあなたに決められる覚えはない。あなたを断罪しても面白くない。これって苦痛よ、レイチェル。これだったらザックの方が良かった。蜂の巣になるのはきっと彼の方がお似合いだったはずなのに。どうすんの？引き金一つ引けないあなたは罪人のなり損ない。ねえ、あなた。どうしてここに来れたの？仕方ないわ。つまらないけど、蜂の巣はあなたね。これ大丈夫か？やっぱ部屋間違えたか、俺。だって1個目で引き当てられるわけないもんな。めちゃくちゃだってあったと思うよ、選択肢。少なく見積もっても8個ぐらいはあったんじゃない？分岐が。そんなにないか？どうやろう。やめて、おー、今。すごい展開。あ、これは打つよ、俺。これは打ちまーす。いけ！引き金を引けレイチェル。でも残念。ああ、そうやった。忘れてたわ。入ってなかったやった。まあ、それにしけに、罪人のなり損ないのあなたには打つことなんて無理だったでしょうけどね。ただ私に拳銃を向ける態度がちょっと気に入った。バン。おー、何が飛んだ？プラスチックのなんかボールみたいな、ガチャガチャのボールみたいなやつ飛んできたけど今。コロンコロンコロンつって。っていう拳銃の音ではなかったな。コロンコロンコロンっつったから。絶対ガチャガチャが1個出てきたみたいな感じなんやけど、おもちゃが。ああ、殺してる？やばいね。これが何の記憶かわからへんねんな、よく。お、まだ。ザックを殺させない。だって私を殺すのはザックだから。あ、それ何？その拳銃どっから？おお！レイチェルその拳銃どこから手に入れた？どこから銃を出した？この女、とんでもない本性を出してきた。何？最高だ。この罪人、断罪してやる。その涼しい顔の下の悪魔は私が断罪した。レイチェル、銃、どっから？
生きてたね。撃たれて嬉しそうな顔してんじゃねえよ、このサド女。おかげで殺したくて殺したくて。おーおーおー、急に音でこうなった。目が覚めちゃうんだろうが、現実は目覚ませ。やるね、生きてたんや。心臓刺さんかったってこと？ああ、でもすぐ眠っちまったかな。ザック生きてるんやね。致命傷やろうけど。どこを刺したんやろう、その血の量。死ぬと思うけど、どこ刺してても。赤い拳銃弾は張ってない。レイチェル？あなた持ち物を、あなた持ち物を見せなさい。記録終了。ないわ。拳銃はどっから手に入れた？腕と腹部が大きく切られている。ザック大丈夫？腹痛いに決まった。あ、腹を切ったんや。ザックあの時、喜んで自分の腹を切ったの？あ？俺をあの一人 SM 女と一緒にするんじゃねえ。つまんねえ、お前を殺してあの女監視に殺されるよりよっぽマシだと思って。ああ、なるほどね。死のことは思ってたんや。あの女監視の顔見たか？うん。傑作だったな、おい。はは、お前もよくやったじゃねえか。おかげでちったすっきりした。おう、少し腹が痛いくらい、何のことも。まあまあまあ、切り傷が浅かったってことにしよう。っていう理解にしておこう。うん。まあ、はい。まあ、大丈夫なやって。こいつの持ってる何これ。武器みたいなやつ持っていこうぜ。たくさんのボタンがついてる。これはダメじゃない？押したら死ぬよな、多分。押したら死ぬような。まあまあ、進めなかったら押すしかないね。たくさんのボタンだからね、フォランド装置だ。まあ、進めるのかな。ああ、じゃあ押すしかないのか。マジかよ、あの鬱陶しいやつだな、おい。おい、どうする？持って行って押すでいいんじゃない？多分だけど、この機械を操作すれば扉を開くんじゃ。あ、こっちか。これか。部屋ごとの監視映像、配信、仕掛けの起動装置、あった扉の閉会ボタン。あいつよくこんなめんどくせえ仕掛け作ってんな。エレベーターの通路のボタンもある。こっちの扉も開けておく。よしよし。あ、よかった。これでいいんやね。これで開いたと。ええやん。あのボタンね、押したらどうなるか気になるけど、まあまあ、当然死ぬでしょうね。銃弾が出てきてね。ああ、どこに通じてる？さあ。まあ、行くか、とりあえず。死んでしまうよりはいいか。え？ここに繋がるん？え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 ？確かこの場所を叩かないと扉が重いです。あー、そういうことか。はいはいはい。こっちが、はいはいはい。あ、上に繋がるエレベーターってことね。はい。これが。扉を開けたくば神に名を告げよ。おのりに偽りがないのなら、おねんやるとるさなら。そして自分が何のものであるかを知れ。ただし、神は汚れたものはいらぬ。レイチェル・ガードナー。ザック、アイザック・フォースター。って言ったらいいの？うん、別に。あ、マジじゃあ何読んでんだと。もういいから行こう。うん、行こう。これ何？気になるな。壁にくぼみ。名前言えばいいの？開かない。さっきのボタンだらけの機械で開かねえのか？確か管理してる機械にもエレベーターの起動スイッチはなかった。少し考えてみる。もう考えたらてめえに任した方がいいからな。エレベーターの扉は閉ざされている。だが、名前を言ったらいいのよね。他なんかなんか仕掛けあるのかも。これか。だからこれに、くぼみに、ネームボードやね。これ。これでいいんじゃない？うん、神に名を告げよう。このネームボードには名前が書いてある。それに多分、この壁のくぼみにちょうどはまる大きさだ。ナイス。でもボードは私とザックの2枚分ある。私の方にしてみようか、一回。じゃあ、レイチェルガードナー。はい。違った、こっちじゃない。あ、優しい、そんなのを教えてくれるんや。失敗したら死ぬとか、そういうわけじゃないんやね。ザックの方で会いたんやね。おい、それ1枚余ってんじゃないのか？余ったの。これは捨てる。いいのか？うん。いらないみたい。じゃあ置いていこう。お、開いた。乗るぞ。待って。何？あ、待ってってそういうことか。あ、早いよってことか。一緒に行くけど、ちょっと待ってくれと。はい。で、また、このね、一つの階の距離が長いエレベーターに乗ります。はーい。お前マジでよくやったな。何を？
だからあのイカレ女に一発打ち込んでやったやつだ、銃か。あ、その話。そう、拳銃の話。なれ、お前そもそもなんでここに来た？え？確かにそれもあるけど、殺人現場を見てカウンセリングを受けに来て、気づいたらここの一番下にいた。あ、わけわかんねえな。ザックは記憶があるんか、ここに来た理由が。どういう理由だったっけ？それってお前が撃った銃、あの女のじゃないだろ。あれどうした？これは私の拳銃？お前どこにそんなもん持ってた？ポシェットの中、ハンカチで包んでた。殺人現場を見た日から持っていたの、ずっと。だったら、お前、最初からそれを使えばよかったろ？私、自殺はしない。だって、神様には。レイチェルが殺したんか？その殺人現場を見たって。犯人？レイチェルが殺した犯人か？誰かを。それに私を殺すのはザックだ。頭いいのか悪いのかよくわかんねえな。まあ、何にせよ、あの時あいつを撃ったのは正解だった。思い出しても荒れちまうぐらい最高にタイミング良かった。まあな、お前もそうだろ。罪人ってそういうこと？罪人が集められている？レイチェルは、殺人犯なのか？え？どうなん？どうした？ザック？え？死んだ？うわ、終わりー？ここで？ 次 B2 ですよね。まあ次の回でさ、おそらく、あ、うるせえ、眠ってただけだ、みたいな感じで始まりそうな気はするけど、死んでたらやばいな。まああと2回層分残っていて、エピソードは3、4とあるので、次回もね、楽しみにやっていきたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。なゆでした。バイバイ。